私はもっと別の報酬がいいな。伯爵家なら家宝のマジックアイテムとかあるんでしょ。おお、あるぞ。あれか。それが欲しいな。うん、条件次第では構わないぞ。わしの息子の側室になってくれるならな。伯爵って子供が4人いたよね。正妻さんが産んだ長男と三男、あと側室さんが産んだ次男と長女。三男だね。三男、あの子はまだ12歳だったよね。どうして地方領主の三男の年齢まで知っているの。まあしょうがないね。うん、しょうがない。側室になってあげるよ。言ったわしもわしなんだけどさ、なんでこの人口の端からよだれが垂れているの。バカ、まだ熟れてない果実とかよだれもんだろう。わしなんで側室なんだよとか言われると思っていたのに。